エミリー・ジーン、エマ・ストーンは、アメリカ合衆国の女優。アリゾナ州、スコッツデールで生まれる。父親はコントラクター、母親は主婦である。2歳年下の弟がいる。父方の祖父は、スウェーデン系であり、エリストからアメリカ合衆国に移った際に、ステンという姓を、ストーンと英語化した。他にペンシルベニアダッチの祖先を持っている。 アリゾナ州フェニックスのバレーユースシアターのメンバーであり、11歳の時に楽しい川辺で初めて舞台出演を果たす。ストーンはセコイア小学校とココパーミドルスクールに通った。2年間はホームスクーリングし、その間にエーウィニーザ、プークリスマステール、エンドウ豆の上に寝たお姫様、シンデレラ、ザ・ウィズ、タイタニック、ホンク、人魚姫、 スクールハウスロックライブ、不思議の国のアリス、ヨセフザ・アメイジングテクニカラードリームコートなどの舞台に出演し、また劇場の即興コメディ劇団にも参加した。その後、カトリック系の女学校である、シャビエル・カレッジ・プリパラトリに通ったが、女優のキャリアを始めるべく、カリフォルニア州へ移動。その際マドンナの楽曲、ハリウッドを流しながら、 パワーポイントで両親にプレゼンテーションを行って説得した。高校を中退し、当時15歳であったストーンは2004年1月に母親と共にロサンゼルスに移った。日中にオーディションに参加できるように勉強は家で行った。ゾンビランドのワールドプレミアでのストーン2004年に VH1 のタレント発掘番組 i n s e r オブ of the New p a r t r i ー Family ーで ローリー・パートリッジ役を勝ち取った後に、ストーンのテレビでのキャリアが始まった。翌2005年にテレビドラマ、ザニュー・パートリッジ・ファミリーが制作されるが、パイロットエピソードのみで終わった。その後、ミディアム霊能者・レ能ノーアリソン・デュボア、マルコム・ウィン・ザ・ミドル、ラッキー・ルイにゲスト出演した。2007年には、ホックスのドラマシリーズ、ドライブでバイオレット・トリンブル役で、レギュラー出演するが、 シリーズは7話で打ち切られた。彼女は他にヒーローズのクレア・ベネット役のオーディションに参加したが、10点満点で11点と絶賛されたヘーデン・パネッティアに敗れた。ストーンはこのことをどん底と表現している。2007年にストーンは青春コメディースーパーバッド・童貞ウォーズで映画デビューを果たし、ジョナヒル演じる主人公セスの恋人のジュールズを演じた。 2008年にはコメディ映画ロッカー40歳のロックデビューでレイン・ウィルソンと共演した。ストーンはバスギタリストのアメリアを演じた。同年にストーンはキューティバニーでアンナ・ファリス、キャサリン・マクフィー、カット・デニングス、ルーマー、ウィリス、コリン・ハンクスらと共演した。この作品でストーンは学生クラブの会長を演じ、 またザ・ウェイトレスの1982年の楽曲、I know what boys like をカバーした。2009年に、ストーンはマーク・ウォーターズ監督のロマンティックコメディ映画、ゴースト・オブ・ガール・フレンズ・パストで、マシー・マ・コノヒーや、ジェニファー・ガーナーと共演した。ストーンはこの映画では、チャールズ・ディケンズの、クリスマス・キャロルの過去のクリスマスの例を元にした、過去のガール・フレンドの例を演じた。同年には、 コメディホラー映画ゾンビランドでウディハレルソンやジェシー・アイゼンバーグと共演した。この撮影は2009年2月にアトランタで始まった。ストーンはこの映画では妹のリトル・ロックと共にアメリカを旅するサバイバーで詐欺師のウィチタを演じた。映画の最後にキャラクターの本名はクリスタであることが判明したが、これはストーンの実母の名前から取られている。 さらに2009年には、キーラン・マローニーとその妻のミッシェルが、共同監督した、ペーパーマンで、ジェフ・ダニエルズ、ライアン・レイノルズ、リサクドローラと共演した。彼女は、ダニエルズのキャラクターに雇われる、ベビーシッターのアビーを演じた。撮影は2008年11月11日より、ニューヨークのモントークで開始された。2010年には、グレート・デイエンを、 主人公とした長寿コミックストリップマーマデュークを原作としたサーフィンドッグで声の出演を果たした。ストーンはこの映画では主人公のマーマデュークの友人のオーストラリアンシェパードであるメイジーを演じた。同年にはビル・グラック監督のコメディー小悪魔はなぜモテるで初めて主演を果たした。彼女のキャラクターは不死だらな女であるという噂を立てられ、 保守的なクラスメイトから反感を買うというものである。この映画の脚本は、ナサニエル・ホーソーンの小説、ヒモジとそのヒロインのヘスター・プリンが元となっている。ストーンはプロジェクトが本格指導する以前に脚本を読み、マネージャーと共に目をつけていた。ストーンは同作により、第68回ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。2010年9月12日には、 MTV ビデオミュージックアワーズに出演し、リンキンパークを紹介する役割を果たした。2010年10月23日と2011年11月12日には、サタデーナイトライブで司会を務めた。2011年には、ウィルグ・ラック監督のステイ・フレンズで、ジャスティン・ティンバー・レイクやミラ・クニスと共演し、7月22日に公開された。同年には、スティーブ・カレル、 ジュリアン・ムーア、ライアン・ゴズリング、マリー・サトメイ、ケビン・ベイコンらと共演した、ラブ・アゲインが公開された。さらには、キャスリン・ストケットの同名の小説を原作とした、ヘルプ・ココロがつなぐストーリーに出演した。映画は1960年代のミシシッピ・シュージャクソーンを舞台としており、ストーンは作家志望のスキーターを演じ、南部アメリカ英語を話した。 ストーンはコロンビア映画とマーベルエンターテインメントが映画スパイダーマンシリーズをリブートしたアメージングスパイダーマンでアンドリュー・ガーフィールドの相手役を務めた。彼女が演じるグウェン・ステーシーはガーフィールドが演じる主人公のピーター・パーカーの恋人となる17歳の少女である。監督はマーク・ウェーブであり2010年夏から2011年4月にかけて撮影され、 2012年7月3日に公開された。ストーンはまた21ジャンプストリートのリブート版でスーパーバッドド・テウォーズでも共演したジョナヒルの相手役に考慮されていたがアメージング・スパイダーマンの契約を済ませた後立ち消えとなった。ドリームワークスアニメーション制作のコンピューターアニメーション映画クルードさんちの初めての冒険で ライアン・レイノルズのキャラクターの恋人の声を務め、2013年3月22日に公開された。クリフィン・ダンが監督した短編コメディ映画、ベロニカでは、キーラン・カルキンと共演した。この短編は、ファレリー兄弟がプロデュースしたアンソロジー映画、ムービー43に収録された。ムービー43の他の収録作品には、ケイト・ウィンスレット、ジェラルド・バトラー、ヒュー・ジャックマン、 ユマサーマン、ハルベリーらが出演している。ゾンビランドの監督であるルーベン・フライシャートは2013年公開の LA ギャングストーリーで再びコラボレーションした。これはライアン・ゴズリングとも2度目の共演でもあり、他にショーン・ペン、ジョシ・ブローリン、アンソニー・マッキー、ジョバン・ニ・ジビシ、マイケル・ペーニャらが出演している。ストーンが演じるクレース・ファラデーはゴズリング演じる。 ジェリー・ウーターズ巡査部長とペン演じるミッキー・公演の間で揺れるという役柄である。ウィル・グラック監督のタイトル未定のコメディ映画で3度目のコラボレーションを行う予定であり、その際は出演の他に制作葬式も務める予定である。スクリーン・ジェムズ側は、小悪魔はなぜモテるの成功を受けて、この新プロジェクトの裁量権をストーンとグラックに与えている。 2012年1月にドラッグディーラーを扱ったコメディリトルホワイト・コルベットへの契約を交わした。撮影は2012年半ばにマイアミで始まった。2012年半ば、コンピュータゲーム作品スリーピングドックス香港秘密警察へ声の出演を果たした。さらに同年、キャメロン・クロウ監督レイチェル・マク・アダムスとブラントリー・クーパー共演のディープティキとも契約した。 アメージング・スパイダーマンから引き続いて、クエン・ステイシー役を務めるアメージング・スパイダーマンには2014年4月に公開された。アレハンドロ・ゴンサレス・イニアリト監督、マイケル・キートン、ザック・ガリフィアナキス、ナオミ・ワッツラ共演によるアンサンブルコメディ、バードマンあるいはの撮影は2012年4月からニューヨークで始まった。ギレル・モデル・トロのホラー映画、 クリムゾンピークからは2013年に降板し、ミアは思考スカと変わった。2013年5月、ウディアレン監督、コリンファース出演の新作コメディ映画のキャストに加わったことが発表された。2014年公開のバードマンあるいはで第72回ゴールデングローブ賞や第87回アカデミー賞助演女優賞などにノミネートされる。 2016年公開のデミアン・チャゼル監督作ララランドでは第73回ベネツィア国際映画祭女優賞での受賞を皮切りにゴールデングローブ賞主演女優賞アカデミー主演女優賞に輝いた2018年公開の映画女王陛下のお気に入りではレイチェル・ワイズと共にアカデミー女演女優賞に W ノミネートされた小悪魔はなぜモテるのドイツプレミアにて インタビューで仕事のことに関しては答えるが、私生活については多くを語らない。映画俳優組合に登録しようとした際、本名のエミリー・ストーンがすでにリストにあったために、エマを芸名で使うことを決めた。彼女の家族や友人からは、エミリーの名で呼ばれている。また、ミディアム連能社、アリソン・ディボアにゲスト出演する際には、ライリー・ストーンという芸名を使っていたが、 その後は母親がつけたニックネームであるエマを使った。2009年にロサンゼルスからニューヨーク州のグリニッチビレッジに移った。ストーンの元々の髪の色はブロンドであったが俳優デビュー前にダークブラウンに染めた。スーパーバッドド・貞ーテウォーズの撮影の際、プロデューサーのジャド・アッパトーのすすめで赤毛に染めた。アメージング・スパイダーマンの際には役のためにブロンドに戻した。 ストーンの音域の低いハスキーボイスは赤ん坊の頃に夜泣きがひどく生態を痛めたために出来上がった。2010年にアメージングスパイダーマンにキャスティングされたことをきっかけに主演のア、2016年にコメディ番組サタデーナイトライブに出演したのをきっかけに脚本家のデーブ・マッケリーと交際を開始。2019年12月に婚約を発表した。 ありがとうございます。